マイト・ダイっていう忍びを知ってるか？マイト・ガイなら知っているが。あんなムサヒゲ野郎があんな体術を使うなんて誰が思うかよ。別に聞きたくもない。聞けよ。お前の得意忍術だ。で、お前は？忍術、火遁、手裏剣術。一族殺しのイタチの名はあちこちに響いてるぜ。そして俺が突っ込む。お前は後方から援護に入る。了解した。一つ忠告しておくぜ。忍びの里は平和だ安定だなんて言いながら、ただしその軍事行動が他国にバレないようにだ。このエクセモノ、カトン、豪華級の術だから。それが暁だ。まず金と力を蓄えるんだとよ。あんたの元里か。仕事としては単純だ。お後目争いだ。この川が国境だが、水の国に来たことはあるが、水の国の領地で田里の忍びが発見されたらどうなるかは知ってるな。お前はまだいいぜ、イタチ。この葉はぬるい。俺がこの里で捕らえられたら。余裕があれば。フォーメーション D の時はどうしてほしい？待ってくれ！ルート、台風一過！水影か。俺の忠告は覚えてるか？まさか、お前がこの里に再び現れるとは思わなかったぞ。お前のその仲間が、シャリンガンのイタチであろうともな。フォーメーション C か。了解した。水分身！美獣か？しかし、バカ言うな。誰かに何か伝えたいことがあれば聞いて。そうか、お前にはそういうやつがいるんだな。俺の相棒はこいつだけだと思っていた。だから新しい肉体がいる。まさかこの私が金縛りの術に。この目の前では何の効力も持たない。言ってくれるじゃないの、イタチ。お前には足りないのだ。お前は人の命を。はいはいはい、僕を入れてはどうでしょう。突っ込んでろ。
すぐに隠れ場所をつかんでやる。そう急ぐな。もう少し一人でいろ。イタチには別の相棒を用意してる。今日からあなたと組むことになったものです。暁だ？知るかそんなもん。威勢はいいが、こいつは早死にするタイプだぜ。お前ら一体抜け人のあなたが何の目的でそんなことを。うざいな。終わりですか？だが暁に入った以上仲間になった以上お前に現実をかけることもないだろう。サソリ、デイダラと組んでオロチマルを殺しに行け。オロチマルたちは風の国へ逃げ込んだわ。人使いが荒いな暁ってのは。おい早くしろ。俺の相棒、もうしばらく待て。風の国に向かったのならここだ。旦那のふるさとか、そこは。その言い方はやめろ。あれが奴のアジトだ。行くぞ。援護が欲しくなったらいつでも言ってくれよ。うん。少しいただいたの。なんだと？あ？あっちのはなんだ？砂鉄しぐれ！まだ。なんだ。私が本当に欲しかったの。旦那、あいつに弱点ってないのか。ざっけるな。何か目的があってのことだろう。他のメンバーではとてもおとりにはなれないから。やった。人を殺しても何ら裁かれることはない。入る気になったか。やはりあなたが連続殺人鬼というわけね。お前も邪神様に捧げるしかねえようだな。どう。なんだお前ら、揃いの服着て楽団か、音楽ユニットか。そんなんじゃねえ。なんだよ、もう終わりか。じゃねえかよ。儀式の始まりだぜ。死ねえ。
撃ち殺す。できねえよ。何かわかった？だが、不死身のわけはわからない。二人を分けてくれる？なんだ。俺には邪神教の布教という使命がある。まさかお前が俺の相棒とはな。それこっちのセリフなんだよ。